あれこれ楽勝なんじゃねもしかして。どうもエルザチャンネルへようこそ。ということで、マイクラダンジョンやっていきたいと思います。さて、ミッションやっていこう。前回がクリーパーの森だったのかな？クリーパーやったからね、これクリアしたが、いまいちね。沼行っちゃおうか。うん、沼行こう。ああ、もうこの絵だけでちょっとめんどくさい感じが伝わるが。この暗い沼の中心に邪悪なウィッチの根城がある。ウィッチはあらゆるポーションを生み出し、邪悪な村人の王の軍勢をさらに強大にしている。奴らを探し出して倒さねば、邪悪な村人たちはもはや止められなくなる。だがこの沼は恐ろしい怪物の巣。慎重に進まねばならない。じゃあ慎重に進みましょうかね。おお、ちっちゃいの出るんだね。はい、早いな動きが。でも、ああちょっとでかいねこいつね。おお、なんか新武器来た。銃防備しよう。おお、いいね。一部吸い取って、これはでかいだ。おさらばです。あーなんか違う、思ってた槍と違う。どっちかっていうと薙刀が正しい振り方。まあでも遠距離か、間合いはそれなりにあるから悪くはないね。うん、オッケー。宝はなし。はいねー、それ毒か。やっぱ厄介だねー。入れない。意外と見えないんだよね敵がね。おー、なんかローブが落ちた。え、だいぶウィーンじゃない。あっち、HP アップとアーティファクトクールダウン。あー、じゃあアーティファクトガンガン使っていこうか。あー変装ね。いいね。はいはい、まあでもこんなもんか。出だしが遅いのが気になるな。君が危ない。やばい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 、それはやばい。なるほど、これは逃げよう、これは逃げよう、これは逃げよう。ま
マジで。ちょっとこれは、これはやばい、これはやばい。でも破壊しないとな。まずそこの上行くためにもぐるって回らないといけないから。よし、気合入れよう。あれは焦るよ。いやー、やりますなー。で、上上がって、あ、スライムくんがいたわけね。スライムくんは相変わらずちょっと癖あるね。行き止まり、いやー、ワンちゃん優秀だわ。マジで普通に優秀。ほんでもって吸血がさ、いい感じに回復してくれるからいい。はい、レベルアップ。で、これを壊して、よしよし。あ、いいね、ワンチャンいいね。さあ、こっちはもう用済みだから上に行くって感じだね。弓欲しいなー。食べないともうダメだもんね。おお、そしてダンジョンに入ると、エンダーマンボスなの。マジか。映像に乱れ。どこどこどこ。強いゴリ押しで。あ、落ちたー。やめてくれー。いやいや、ご了承いくよ。ほいほい。これ終わり。よし、弓出たー。銃に上がりすぎやろ。貫通、毒の雲、パワー、バーストボス。貫通かな。そっか、なんか貫通てか普通に吸血つけて、矢の数やべえんだよ。もう800いくよ。これは一人特有のやつかな。グレーマー、あ、じゃあグレーブ。髪どんな感じ。あー、そっち系ね。見た目も一緒だったもんね。はい。速攻で。
何もないか。いやー、ちょっとずつちょっとずつきつくなってくるね。毒はつらいな。でもって貫通いいね。ダーガー、ダーガーか、ちょっと後で見よっか。うわー、二刀流っぽい感じだね。早いけど近接すぎる。やば、いないね。よしよし、やっぱ楽だもんな。飛びしてみようか、試しにね。当たんねえもんね。びっくりするぐらいも当たんなかったわ。嘘だろ。もうちょい使ってみようか。好きなんだけどな。好きなんだけど射程の問題がな。はい。もうねー、残念すぎるわ、あの当たり判定は。あ、ないね、よしよし。上に向かって撃ってくれるんだけどね、なかなか。おう、ナイスワンちゃん。んで、それだけ。ああ、じゃあいいか。いいね。んで、そうだね、数が多いと効果は発揮しそうな感じはするけど。あ、でも貫通したね、いいね。うん、遠距離ゲーだ。わかった。遠距離ゲーだ、これは。あ、しかも。あ、意外とバランスいいかもね。ワンちゃんにっていう並びはね。そしてもって広い。やばくね、広さ、これ。何回かに1回貫通って感じかな。ああ、に、うん、日本語3本ごとだね。まあまあ、それだったらそれで。あ、何もなし。画面よりずっと地図見てるもんね。引っかかったときは、あ、地図見てんなーと思ってもらえれば。おお、なんかいっぱい出たね。もう低いんだよねー。うん、結構ワンチャンが助かる。またか。あれ、でもそんなに、ほらほら、来いよ、エンダーマン。そうだね、ターゲットマークがつくと、もう、もう、こんなもんだもんね。
でも強いな。さよなら。マジか、生き残ってんのかお前。お宝発見。同じだね。レアコモン。あー結局下がるからね。一回で3本。あアイテムボーナス。あいいね。アイテムボーナスはつけよう。んこのゲームは多分アイテムが全てだと思うから、出たね。だいぶいく。なになになに、なんか音がしたけど。TNT で倒したから、いや違う、これあれだ、アイテム出現率アップのやつで出た時に音が鳴るんだ、ヒル発動時。めちゃくちゃいいじゃん。いや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 、なかなか。配置つらいのあるね。チャージでダメージ稼げないか。貫通の方が強かったね、この調子だとね。あさ、特にお宝ないからね、ガンガン行こう。ガンガン弓106。あ、減ったねー。よしよし。やっぱ一回3本になるだけでだいぶ変わるか。やべえな、あそこ嫌だな、行きたくないよね。こんなんやられたら嫌だよ。マジで。しかもそのハサミはアタガーか。待ってね、これがね地味にさ、大釜を探す。大釜どこなんだろうね。はいはいはい、移動するダンジョンだね。で、左側も、ちょっといけるんだよね。ああ、こっちも入れるんだよね。繋がってそう。ああ、いいねー。
あ、なんだここは。どんどん出るところか、ここは。ごっそりいつの間にか削られるのがつらい。はあ、で橋ができる。いやー、これつらいなー。取る目っぽい毒さ。あー、そうやってマップ解放していくのね。へえ。よし。あー、でやっぱここに繋がるんだ。あー、合ってた合ってた。じゃあ今の方から入ると何も起きないんだね。通れないからね。よしよしよし、いいぞー。おい、すみー、めっちゃ足速いな。火力はあるのよ、火力は。あー、なんだ。あー、ボス戦か。もう撃て撃てって、撃て撃て、撃ちまくれ撃ちまくれ撃ちまくれ。おい、投げちゃえ。あれ、これ楽勝なんじゃね、もしかして。ほら。やっちまった感ある。まああー、ちょっとの間だったら元に戻すことができるんだ。あー、なるほどね。早かったなー、ボス戦。よし、出よう。邪悪な村人の王へポーションはもう届かない。ウィッチたちも復活に時間がかかるだろう。君のおかげだ。何が出るかな。ハーベスター。魂を吸い取った後、それを魔力の弾丸に変えて放す。面白そう。襲撃キャプテン、ヒーローを気をつけてください。襲撃キャプテンが近くに見つかりました。またすでに完了したミッションでも出現する可能性がありますと。11。どうなの、これ使ってないし、こっちでいいや。お、ギフトラッパー。ああ、マルチプレイヤーの時にってことか。12、強いねこれね。ああ、でも一発か。どうする。音よね。買っちゃう？買っちゃうか。
ちょっと待った。なになに、これ買ったんじゃない？え、なになになに、どういうこと？撃っているだよね、撃っているだよね。俺さっき買ったんじゃないんだ。ああ、え、コインだけ取られてるよね。え、どういうこと？ちょっと待って、もう一回試しに買ってみていい？あ、あー、俺さっきのあれ変えたことになってないんだ。ダイナモ、うん、矢のノックバックでいいね。ラッシュレベル6か。どんなもん打つと。こっちだよね、こっち。あー、連打で、あー、さっきのクロスボーンのが強いなー。まあまあまあ、いいか。ということで、今回ここまでとなります。まあまあまあ、一つずつダンジョンできていければいいなーって感じかな。で、締めっぽい洞窟は、このマークが、なんか新しいダンジョンがあるよ、みたいな感じかな？クリーパー。行ったもんな。そうなんだよね。意外とクリアしたかどうかがパッと見でわかんないから、ちょっと困るんだけど、まあ、次回は、朝の洞窟、洞窟でしょ？じゃあ次、ま、こっちだね。レッドストーンとかサボテン、カボチャ。この辺りにどこか行きたいなと思います。あー、で、これで難易度変えれるんだ。あー、で、6個解除するのはデフォルトのグラビットの王を倒す。あー、じゃあ。いきなりここら辺をするとかできないんだね。あー、じゃあ、まあまあ、これはこうとしていきますか。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また、やっていきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それを励みに頑張りたいと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。